クルブセントロデポルティーボ・ムニシパル、通称デポルティーボ・ムニシパルは、ペルーリマを本拠地とするサッカークラブである。ペルーでも人気のあるクラブの一つ。クルブセントロデポルティーボは、スポーツセンタークラブを意味する。1935年に創設されてほどなく、成功を収め、プリメーラ・ディビシオンで4回の優勝を果たした。これまでに数度の広角経験があり、 セグンダディビジオンでも3回の優勝経験がある。直近の降格は2007年で、2015年に一部リーグに戻り、現在ペルーリーグに所属している。デポルティーボムニシパルは南米のクラブ選手権に参加した初のペルーのクラブである。1948年、カンペオナートスダメリカーノでカンペオネスに招待され、 7カ国の代表クラブ中で4位となった。CCD ムニシパルは自治体を代表するサッカーチームを持とうとした3人のリマの市行成長官の主導によって創設された。こうしてシルクロデポルティーボムニシパルが結成され、1934年には他チームを合併してセントロデポルティーボムニシパルが作られ、1935年の昇格トーナメントに参加した。 クラブは1935年7月27日にリマ市で公式に設立された。昇格トーナメントを2位で終えた後、1936年のプリメーラディビシオンへの参加資格を得て、1938年に初の全国タイトルを獲得した。1967年に降格、1969年に最初を格した。 2000年までは一部にとどまっていたが、再び降格した。2006年に二部で優勝し、再度一部に昇格したものの、選手へ数ヶ月間の給与未払い問題が起こった後、2007年に降格した。2011当にオインテルメディオでは、準々決勝でホセガルベスに敗れた。2012のコパペルーでは、全国ステージに進出し、 再びセグンダギビシオンへの参加資格を得た。2016年4月18日現在中、選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。ありがとうございます。